こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はキャベツとタコを混ぜ込んだ春らしいご飯をご紹介します。キャベツとタコがあればすぐにできて、とっても簡単で美味しいので、ぜひ作ってみてください。お米は洗って水を加えて普通に炊飯します。タコはご飯に混ざりやすいように1センチ角ぐらいの大きさにして、できるだけ薄く切ります。キャベツはできるだけ外側の葉を使ってください。緑色の葉がおすすめです。大きな芯があったら切り取っておきます。沸騰したお湯にキャベツの葉を入れて30秒間茹でます。茹ですぎると繊維が壊れて食感がなくなります。意外とすぐに火が通ってしまうので、30秒数えたらすぐに引き上げてください。茹でたキャベツをざるにあげて冷ましたら、まとめて1センチ角に切ります。キャベツは一年中手に入るとっても身近な野菜ですが、春キャベツはとても柔らかいので、茹で時間に注意をしてくださいね。手で強く絞って水気を切っておきます。ご飯が炊けたらすぐにタコとキャベツを入れて塩を加えて混ぜ合わせます。時間が空くと混ざりにくいので、ご飯は炊き上がったらすぐに具を混ぜてください。これで完成です。お好みで生姜のみじん切りを加えても美味しいです。しっかり混ぜ込んだら、こんな風におにぎりにするのもおすすめです。あらかじめ作って冷めても美味しく食べていただけます。キャベツの淡い緑色とタコのピンク色が食卓に華やかさを添えます。仕上げにいりごまを振って風味を加えています。今日はもう一品ご紹介します。キャベツの中心に近い柔らかい部分は1分間茹でて自然に水気を切ります。大きめに切って器に入れます。長芋をすりおろしてボウルに入れて、めんつゆを加えて混ぜます。茹でたキャベツにかければ完成です。冷たくなっても美味しいですが、茹でたての熱々のキャベツにこのとろろをかけていただくと本当に美味しいのでおすすめです。お好みでわさびを添えても美味しいですね。簡単に作れますので、ぜひお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。